アサイ人は、小学館の社員。大阪府根ア川市出身。根ア川市立中央小学校から、根ア川市立第一中学校を経て、大学を卒業するまでは、根ア川市八丁に在住していた。中学当時や、高校当時は近辺である京都や奈良の自社巡りをして、御主印を集めており、大学当時は、テレビドラマを作りたいと思っていたという。 大学卒業後の1989年に小学館に入社し、それから7年目で週刊少年サンデー編集部にて、青山豪王の担当として、彼の代表作となる名探偵コナンに携わる。同作品の連載開始1年後のことであり、推理小説が好きだったのでやりがいがあると思ったそうで、ある。担当期間は約5年半に及び、それまで、 漫画編集者の仕事は原稿を取りに行くことぐらいに思っていたが実際には打ち合わせで青山と共に事件やトリックを考えることや大阪弁の監修も務めていた。犯行の動機も難しいことから担当を交代する頃にはアイデアが尽きていたという。青山の担当となって1年後の1996年にはコナンのテレビアニメ版の放送が開始され、 1997年から開始された劇場版シリーズでは脚本や宣伝にも携わるようになり、原案協力やプロデューサーとして19作品を担当した後、2019年公開の名探偵コナン根性の拳まで企画やプロデュースを担当した。ありがとうございます。